発車した電車を止めたっていうことがあります。どうしようがなげるけど、お前に山さん、お前に上手山さん。音楽っていうのは笑顔になったり元気になったりするね、不思議な力があるんですよ。今回その楽器を通じてラビッツ